選挙結果を受けて、まあ、少しブログに書いたわけでありますが「えー、希望の党」という小池百合子さんの中心となった党が今度選挙で敗れたと、まあ、これは非常にですねある意味で、えーまあ、大地といいますか、えー、みんなの考えたこと選挙ですね選挙結果っていうのが下手な解説よりか優れているということを、まあ、如実に示しているわけですが私はこの中心はですねマスコミが言っている その排除の理論というもので排除された民進党がものすごく起こったということではないと思うんですね民進党はもと,もともとも今度の選挙に勝つような体制じゃなかったんですね私はやっぱり国民はもう少し深いところを見てると思うのは黒いネズミの逆襲とここで書きましたですけども小池さんは常に黒いネズミというものを作って そして、えー、自分は何もしないで、えー、人気を得るというそういう作戦をまあずっと組んでたわけですね。えー、っと、都知事選の時に黒いネズミ、頭の大きい黒いネズミ、このこういうようなですね、ネズミとかゴキブリとか、そういうこの飲みとかしらみとか、まあそういうので人を罵倒するっていう手段ですね。えー、これはまあ昔からの方法でありまして、えー、自分に何もない時に、 相手をやっつける時には自分のことを言うんではなくて自分の政策とか自分の意見とか自分の哲学を言うんではなくて相手の悪いことを言うしかし悪いことも言えない時にさらにまあ今で言えばなんかヘイトっていうんでしょうかねネズミとかそういうのを持ち出すんですね人の嫌がるものそれに黒いとか汚いとかいうのをつけるわけですねそれで 小池さんが黒いネズミって言って都知事選を勝った後、まあ都の議会でですね「ネズミとは一体誰ですか?」と「何を言ってるんですか?」と言われて、えー、小,あの小池さんはそれはそ総合的な故障なんだ誰を言ってるんではないと言ってもですねそれは言い訳に過ぎなくて、まあ、最初は、まあ、都,知都議会のドンと言われた人がいるわけですねちょっと名前をあまり出すのもですね小池さんの術中に入っちゃうんで嫌なんですね。 それから次はあの元首相ですねスポーツが好きな元首相ラグビー部のえいろいろ批判されてはいますけども彼は彼なり生懸組みやってたけどもこれは次の黒いネズミだったわけですねそれからさらにはそのオリンピックのオリンピックの施設の問題が起きるとこういうことなんですよね構造はこういう構造ですね例えば都知事のドンあとあ都議会のドンという時は都議会が不透明で お金を無駄に使っているオープンじゃないと言ってそれを黒いネズミと言うんですが自分が都知事になってもオープンにしないんですねそれからオリンピックがそうですね一生懸命やってるオリンピックにこれを黒いネズミと言って非難するんですがしかしオリンピックの施設のお金が減ったわけじゃないんですね豊洲が決めた時に元知事を持ち出して8何歳の元知事を持ち出して黒いネズミにするんですよねその元都知事が黒い ネズミと言わないんですよただ全体として黒いネズミをターゲットにしてレッテルを貼りますが結局は豊洲か築地かあの毒物はどうするのか全くわからないまま終わってしまうつまり自分の政策とか自分の考えは全くないわけですねしたがって政策はなくオリンピックもそのまま行われておりますしむしろ遅れるでしょうね豊洲もまあ豊洲はいっぱいやり,やりようがあるんですよあの 空間のところを少なくとも何か手当てをすれば、毒物は減るわけですね。もちろん、あの、東京都、東京都の井戸がですね、環境基準に適さない井戸が多いっていうのは、そんなのみんな知ってるんですよ。まあ、そういうことを言う解説者がいるっていうのは困っちゃうんですけどね。そんなことはよくわかってるんです。だけども、環境基準がある限りはですね、地下水の水は飲まないとかそういうことじゃないんですね。土地の売買が、 正式なルートに乗った時ですねそれは環境基準を守らんといかんっていうことなんですねだけどもそれを主張してきたのが小池さんだったわけですねそして最後に、えー、今度ひどくひどいあの、まあ、トップが12万票ぐらい取ったかなで本人4万票ぐらいの、まあ、ずっと小池さんを支えてきた人が、まあ、東京7区かなんかで最下位かなんかになりましたよね これはどうしてかっていうと、あの人ダメなのよと言ったわけですよ。だから私がやるわよとか言ったわけですね。そうすると若狭さ,さんが、まあ、落選するのは当たり前ですよね。だって、選挙戦の終盤に、えー、応援に駆けつけたって、それはもう無駄ですよ。だって、希望の党を立ち上げるときに、もうダメだと。若狭さんにやらせとったらダメだから私がやりますよとか言ったわけですからね。 それで <laughs> この人力ないわよって言っといてまあこうちょっとこう喉まで出てるんですけどそういうことって言う人っているんですよね。自分だけが良くなればいい。自分だけ良ければいい。でその自分は意見がないんですよ政策もないし哲学もないんですね。だから結局どうするかって周辺の人を非難するだけで上がっていくっていう。 あ都議会のドンを非難する元首相を非難する元知事を非難するずっと周りを落としていくんですねで最後に、えー、希望の党を決闘したすぐ後についに自分をずっと支えてきた若狭さんを「ダメ男だだからダメなんだあいつは俺がやる私がやるんだ」って言った。 まあやっぱりどうにもならならいそれであの昨日かなんか選挙で負けた後パリにいる小池さんをインタビューしておりますやっぱり言わなかったですね。あのこれからあ憲法改正が話題に乗ると思いますけども、えー、どういうふうな態度をとりますかいや皆さんの意見を聞いていやそうじゃないんだあなたの <laughs> 考えを聞いてるんだということなんですね。だかからまあしかしそれをですねよく 国民は分かっていたってことですね。これだけ朝日新聞があり NHK があり、えー、印象操作がものすごく行われ、あたかも、この小池さんがスカーフ、スカーフって言うんですかね、まあ、ネクタイみたいな、小池さんネクタイダメだって言った人がネクタイを、スカーフをして、ものすごく洗練されたデザインの服装を着て、毎回毎回出てくる。しかし、やっぱり国民は、 よよく見てるわけですよねそういうのを超えて、えー、あの人はやっぱり駄目だろうというんでやっぱり離れていったわけですねまあ間もなく立憲民主党も危ないと思いますけれども少なくとも、えー、希望の党のインチキはよく分かったということだと思うんですねそれからもう一つはこれ別の見方としてはですね私は今の自民党よりか右はいらないという判断もあったんだと思うんですね。例えば再軍備 もっと右寄り、えー日本日本、日本国が大切だ。と、まあ、いうことになると、日本の心もそうでした。僕なんかと思想はちょっと似てますけどね、日本の心とか、そういうのは。だけども、そこまで行かないでくれっていうのがあるんですね。まあ、右寄りという意味で、右と左っていうのはもう一回議論しますが、右寄りという点では、安倍さんでいいだろうと。安倍さんよりか右寄りに。 よ,よって軍事を整えたりななんかする必要ないだ,ろうだから自民党よりか右の政党はいらないっていうそういうこともあったと思いますね。それがまあ日本の心とかそれからあ希望の党これは自民党よりか右寄りですからねだから自民党を境にして民進党がもともと自民党よりか右寄りと自民党よりか左寄りが一緒になってたのが <laughs> 自民党よりか右寄りの希望の党があ票を伸ばさないで。 自民党よりか左の立憲民主党が票を伸ばしたっていうのは、まあ、やっぱり安倍さんの基本的体質が右だから、まあ、左は意味があるねという意味で立憲民主党がある程度支持を受けたということで、まあ、今朝ちょっと録音したのと非常に似てるんですけども非常に妥当な選択であったというふうに思います。それから今日ある人と年齢層について議論しましたが割合と若い層が自民党を支持して。 年取った層が立憲民主党を支持したと。従来の考えですと若い人が左寄り、えっ、ーえー、と、年取ったのが民主自民党っていう感じだったんですが、これ逆になったのはですね、私の考えはですね、学生と接してますと、いわゆる小池さんみたいなのが嫌なんですよ、学生は。タバコを吸っちゃダメ、ネクタイをしちゃダメ、あれはダメ、これはダメ、あの人悪いって、それにもうヘとしちゃってんですね。俺たち自由にさせてくれよっていうのが、 今のの若者の考えなんですよ何しちゃダメや良い子になれってあんまり言ったって嫌だよって言ってるわけですね。そういう点では自民党がむしろこの今の左翼よりも自由なんですよ。ないいよって言ってるわけですね。昔は保守っていうのが社長がいてどうのこのとか先生がいてとか押さえつけられるのでそれに対する若者の反抗意識が左翼になったんですけど今は左翼の方が とか小池さんみたいにうんと右の方がですね。若者を押さえつけてるんですよ。だから、まだ自民党の方が自由で夢のある感じがすると、まあ、そういう風うにこれについてはそういう風うに思ってます。 まあやっぱりどうにもならない。それであの昨日かなんか選挙で負けた後パリにいる小池さんをインタビューしておりますやっぱり言わなかったですね。あのこれからあ憲法改正が話題に乗ると思いますけども、えー、どういうふうな態度をとりますかいや皆さんの意見を聞いていやそうじゃないんだあなたの <laughs> 考えを聞いてるんだということなんですね。だからまあしかしそれをですねよく 国民は分かっってていたってことですねこれだけ朝日新聞があり NHK があり、えー、印象操作がものすごく行われあたかもこの小池さんがスカースカーフってうんですかね、まあ、ネクタイみたいな小池さんネクタイダメだっつった人がネクタイをスカーフをしてものすごく洗練されたデザインの服装を着て毎回毎回出てくるしかしやっぱり国民は よよく見てるわけですよねそういうのを超えて、えー、あの人はやっぱり駄目だろうというんでやっぱり離れていったわけですねまあ間もなく立憲民主党も危ないと思いますけれども少なくとも、えー、希望の党のインチキはよく分かったということだと思うんですねそれからもう一つはこれ別の見方としてはですね私は今の自民党よりか右はいらないという判断もあったんだと思うんですね。例えば再軍備 もっと右寄り、えー日本日本、日本国が大切だ。と、まあ、いうことになると、日本の心もそうでした。僕なんかと思想はちょっと似てますけどね、日本の心とか、そういうのは。だけども、そこまで行かないでくれっていうのがあるんですね。まあ、右寄りという意味で、右と左というのはもう一回議論しますが、右寄りという点では、安倍さんでいいだろうと。安倍さんよりりか右寄りに よ,よって軍事を整えたりななんかする必要ないだ,ろうだから自民党よりか右の政党はいらないっていうそういうこともあったと思いますね。それがまあ日本の心とかそれからあ希望の党これは自民党よりか右寄りですからねだから自民党を境にして民進党がもともと自民党よりか右寄りと自民党よりか左寄りが一緒になってたのが <laughs> 自民党よりか右寄りの希望の党があ票を伸ばさないで。 自民党よりか左の立憲民主党が票を伸ばしたっていうのは、まあ、やっぱり安倍さんの基本的体質が右だから、まあ、左は意味があるねという意味で立憲民主党がある程度支持を受けたということで、まあ、今朝ちょっと録音したのと非常に似てるんですけども非常にに妥当な選択であったというふうに思いう思ますそれから今日ある人と年齢層について議論しましたが割合と若い層が自民党を支持して。 年取った層が立憲民主党を支持したと。従来の考えですと若い人が左寄り、えーえー、っと、年取ったのが東京7区かなんかで、まあ、最下位かなんかになりましたよね。これはどうしてかっていうと、あの人ダメなのよと言ったわけですよ。だから私がやるわよとこ言ったわけですね。そうすると、若狭さ,さんが、まあ、落選するのは当たり前ですよね。だって、 選挙戦の終盤に、えー、応援に駆けつけたって、それはもう無駄ですよ。だって、希望の党を立ち上げるときに、もうダメだと。若狭さんにやらせとったらダメだから私がやりますよとこ言ったわけですからね。それで、<laughs> この人力ないわよって言っといて、まあ、こう、ちょっとこう、喉まで出てるんですけど、そういうことって言う人っているんですよね。自分だけが良くなればいい。 自分だけ良ければいい。で、その自分は意見がないんですよ。政策もないし、哲学もないんですね。だから、結局どうするかと,いうと、周辺の人を非難するだけで上がっていくっていう。ああ、都議会のドンを非難する。元首相を非難する。元知事を非難する。ずっと周りを落としていくんですね。で、最後に、えー、希望の党を決闘したすぐ後に、 ついに自分をずっと支えてきた若狭さ,さんを「ダメ男だ」「だからダメなんだあいつは俺がやる私がやるんだ」って言ったまあやっぱりどうにもならないそれであの昨日かなんか選挙で負けた後パリにいる小池さんをインタビューしておりましたやっぱり言わなかったですねあのこれから憲法改正が話題に乗ると思いますけども、えー、どういうふうな態度をとりますか いや皆さんの意見を聞いていやそうじゃないんだあなたの <laughs> 考えを聞いてるんだということなんですね。だからまあしかしそれをですねよく国民は分かっていたってことですね。これだけ朝日新聞があり NHK がありえ印象操作がものすごく行われあたかもこの小池さんがスカー,スカーフって言うんですかね まあネクタイみたいな小池さんネクタイダメだっつった人がネクタイをスカーフをしてものすごく洗練されたデザインの服装を着て毎回毎回出てくるしかしやっぱり国民はよく見てるわけですよねそういうのを超えてえあの人はやっぱりダメだろうというんでやっぱり離れていったわけですねまあ間もなく立憲民主党も危ないと思いますけれども少なくとも えー、希望の党のインチキはよくわかったということだと思うんですねそれからもう一つはこれは別の見方としてはですね私は今の自民党よりか右はいらないという判断もあったんだと思うんですね例えば再軍備もっと選挙に勝つような体制じゃなかったんですね私はやっぱり国民はもう少し深いところを見ていると思うのは、えー、黒いネズミの逆襲とここで書きましたんですけども 小池さんは常に黒いネズミというものを作ってそして自分は何もしないで人気を得るというそういう作戦をまあずっと組んでたわけですね。えー、っと都知事選の時に黒いネズミ頭の大きい黒いネズミこ,のこういうようなです、ね、ネズミとかゴキブリとかそういうこの飲みとかしらみとか、まあ、そういうので人を罵倒するっていう手段ですねこれはまあ昔からの方法でありまして。 自分に何もない時に相手をやっつける時には自分のことを言うんではなくて自分の政策とか自分の意見とか自分の哲学を言うんではなくて相手の悪いことを言うしかし悪いことも言えない時にさらにまあ今で言えばなんかヘイトっていうんでしょうかねネズミとかそういうのを持ち出すんですね人の嫌がるものをそれに黒いとか汚いとかいうのをつけるわけですね。 それで小池さんが黒いネズミって言って都知事選を勝った後まあ都の議会でですね「ネズミとは一体誰ですか?」と「何を言ってるんですか?」と言われてえ小池さんはそれは総合的な故障なんだ誰を言ってるんではないと言ってもですねそれは言い訳にすぎなくてまあ最初はまあ都,知都議会のドンと言われた人がいるわけですねちょっと名前をあまり出すのもですね小池さんの術中に入っちゃうんで嫌なんですね。 それから次は元首相ですねスポーツが好きな元首相ラグビー部の、えー、いろいろ批判されてはいますけども彼は彼なりに一生懸命やってたけどもこれは次の黒いネズミだったわけですねそれから更らにはそのオリンピックのオリンピックの施設の問題が起きるとこういうことなんですよね構造はこういう構造ですね例えば都知事のドンあとあ都議会のドンという時は都議会が不透明で お金を無駄に使っているオープンじゃないと言ってそれを黒いネズミと言うんですが自分が都知事になってもオープンにしないんですねそれからオリンピックがそうですね一生懸命やってるオリンピックにこれを黒いネズミと言って非難するんですがしかしオリンピックの施設のお金が減ったわけじゃないんですね豊洲が決めた時に元知事を持ち出してまあ8歳の元知事を持ち出して黒いネズミにするんですよねその元都知事が黒い ネズミと言わないんですよただ全体として黒いネズミをターゲットにしてレッテルを貼りますが結局は豊洲か築地かあの毒物はどうするのか全くわからないまま終わってしまうつまり自分の政策とか自分の考えは全くないわけですね。したがって